はい、今日のテーマなんですけど、今朝僕が知った情報なんですけど、僕の好きな選手の一人でもある、読売巨人軍の、山本康弘選手が、阪神タイガースに金銭トレードということで、ちょっとその話をしたいなと思います。まず山本選手なんですけど、93年の10月生まれで、慶応高校から慶応大学に進学して、2015年のドラフト5位で巨人に入団する。そして内野全ポジションをこなすユーティリティプレイヤーということで、プロ5年で通算186試合に出場して、2割3分4厘、ホームラン3本、打点12、5盗塁っていうことで、で、今シーズンが、一軍での出場がなかったっていうことで、そして、トレードになったっていうことなんですけど、まずトレードになった理由の一つは、巨人軍の内野外野すべてなんですけど、似たような選手っていうのが多いのかな。例えば、打率は残せるけど、ホームランは少ない。走れるけど、長打が少ないっていう、そういう選手って結構巨人にもいて、で、山本選手もその中の一人ということで、山本選手を阪神に出すということは、まあどっちにもメリットがあるのかな、本人に対しても、本人も似たような選手が多いってことは、出場機会っていうのもそんなに多くはない。で、巨人側としても、うちにいても出すことは、似たような選手が多いから出すことは難しい。で、2軍で今年は2割8分ぐらい打ってて、2軍ではそこそこ活躍していて、よその球団でできるところがあるならよその球団で活躍してほしいという思いがあったのかな。そこで出てきたのが阪神タイガースということで、阪神タイガースっての巨人とのトレードなんですけど、僕が知る限り多分4件とかぐらいしかないんですよね。だから、とても珍しいことで、あ、阪神に金銭で行くんだ、っていうことは思いましたね、ひとまず。で、阪神の方は、内野の方が、ちょっと守備が良くないっていうことで、やっぱりエラーの数も多いですし、セカンドが多分糸原選手が守って、で、サードが大山選手。で、まあ、マルテ選手も守って。で、ショートが、木浪選手だったり、北条選手だったり、が守ってるんですけど、まあ、固定は、こう、できてないのは、ショートが固定はできてないのかな。で、ショートの方も、ショートじゃないです。セカンドの方も、糸原選手が守ってはいるんですけど、まあそこと競っていくのかな。多分、サードは大山選手で、ファーストも今年ボア選手が退団ということで、まあ誰かしらの外国人を取ってくるのかなっていうことで、まあセカンドショートの勝負っていうことで、山本選手は守備も上手いんで、もしかしたら甲子園でも対応できるのかなと思って、阪神タイガースは、山本選手を金銭で、トレードで獲得したのかな。まずそれともう一つの理由が、奥さんの方が、大阪のテレビ局でアナウンサーをやられてるっていうことで、今は現在妊娠中らしいんですけど、まあ、大阪が地元っていうことで、まあ阪神も関西ということで、奥さんの地元が近くなるっていうことで、こうトレードになったのかな、と思います。なんで、僕が思ってるのは、去年か一昨年に少しだけセカンドのレギュラーというか、セカンドにちょっと固定された時期があって、その時のままキープしてくれたらなっては思ってはいたんですよ。その時は他の選手もそんなにいなくて、吉川選手は怪我でいないっていうことで、山本選手が一番セカンドっていうことで守ってはいたんですけど、でも坂本選手が出ない時はショートに守ったりとかして、そのまま
レギュラーを取れなかったっていうのが、ちょっと痛かったのかなって、本人にとって。で、今年ができ、出れなかったってことで。まあ僕の好きな選手ではあるんですけど、戦力外というより、こう移籍したことで、移籍先が必要としてくれるっていうことだから、移籍するっていうのは。なので僕は嬉しいことだな、と思って。まあ、敵チームなんですけど、こう、山本選手が出たら、うわ、山本出たよって思えるのかな。そう思いたいなって。なんで、山本選手には、一軍に上がってもらって、一軍の、まあ、ショート、セカンドっていう、レギュラーを掴んでもらって、まあ、巨人に対して、まあ、恩返しっていう意味じゃないんですけど、まあ、巨人に対してね、ヒットなり、ホームランなりっていうことで、こう、手痛い思いをさせてあげれば、山本選手にとっても、恩返しになるのかなって、思います。なんで、山本選手は、ちょっと、頑張ってほしいなって。阪神に行っても、頑張ってね、レギュラーを取って、巨人を見返してあげてほしいなと思います。山本選手、頑張ってください。お疲れ様でした。